はいどうも、えー、水にゃんです今日の動画は、えー、コンビニの駐車場での騒音トラブルを週刊誌に報じ,報じられ謹慎していたコムドットが、えー、復活を報告していたことについて話したいと思います。コムドットは昨日、えー、復活をを宣言する動画を投稿してたで本日、えー、リーダーの大和くんが Twitter でも、えー、報告という、えー、一連の流れがありました。 でコムドットに何があったのかを、えー、知らない人のために、まあ、簡単に説明をすると今月14日に、まあ、週刊誌のフラッシュがコムドットトの起こしたた騒音トラブルを報じたで9月の6日9月の8日9月の9日と、えー、立て続けに、えー、コムドットがこうコンビニ前の駐車場で、まあ、騒音トラブルを起こしていてでそれに見かねた近隣住民が。 警察を呼んで対応するという事態にもなっていたでそれに対してコムドットの大和くんは週刊誌でそのことが報じられた後でその日にインスタライブを行って週刊誌の報道について、まあ、一部を認めたけど警察官が来たことは自分たちが原因じゃない可能性があることを示唆し,してで週刊誌報道を一部否定した。 でその後、コムドットのヤマト君は18日にツイッターで自分らに寄せられる誹謗中傷などに不快感をこう示す声明を出して逆切れでこれについてはまあだいぶ批判をされてたでまあこういう流れがあってで昨日コムドットは復活したんだけど、まあ、動画でね えー、その騒動については謝罪をしていたけど自分らに寄せられる誹謗中傷について、えー、苦言をね、えー、再三、えー、呈していましたまあ、こういうね、まあ、話があったんだけど、まあ、その中でねこう俺が思ったのは「あこの人たちまたやらかすな」ってでなんでね、えー、そう思うのかって話なんだけど きちんと、ね、こう反省しなきゃこういけない話をね自分,らの、えー、自分らへのこう誹謗中傷の話でこう論点をすり替えたりぼかそうと、えー、しているところがなんかねその変だなって思うの。で、まあ、こうやってね、えー、そのコムドット自体、まあ、今回の騒動で自分らが炎上したことに。 ついて全然ねなんんか納得をしてなさそうに見えるんだよでまあ騒動と、えー、この問題、まあ、この誹謗中傷の問題を一緒にこう並べて語ってたらまあ、そう見えても、えー、仕方がないでしょっていうことでさらにねまあこれ信者もねだいぶ悪いよねだってこの騒動が報じられてからも コムドッットをまあ擁護する信者たちがツイッターとかでね結構いたんで,すよでまあこういう信者の人たちってまあコムドットが何を起こそうがね結局擁護するわけよだからコムドットをねだいぶ甘やかしてるのがこのねコムドット信者だと思うのよやっぱその信者がたくさんいたりとかするとやっぱ自分たちはまあ何をやってもいいんだっていう錯覚 しちゃってさでやっぱり YouTuber というかコムドット自体も、まあ、勘違いするよねだってさコムドット自身さ、まあ、こうやってネットで炎上したのって今年に入って3回目ぐらいじゃないで3回目って言ってもだいぶさこう期間って短いじゃん。その短い中で3回炎上してるってことは。 これ1回目の炎上でも2回目の炎上でも全然反省してなかったから結局起こったわけじゃん。で普通さ、まあ、1回炎上したら、まあ、その自分たちの行動を気をつけようって、ね、身の回りのことを気をつけようってなってだいぶねこう警戒心っていうのが強くなると思うんだよね。で警戒心が全くなかったからこそ結局まあコンビニ前の駐車場で、まあ、騒音トラブルを、まあ、起こしてたっていうことじゃん。 で、まあ、なんだかんだね今ユーチューバーたちが週刊誌に書かれるのってだいぶ旬なんですよ。でまあそれなんでかっていうと、まあ、今週刊誌もさ結構ネットに記事を書いたりとかするじゃない。でまあそれって週刊誌のサイトとかあとはさ、まあ、Yahoo! とかで結構 Yahoo! ニュースで。 そ週刊誌のニュースを見る人もいると思うんだけどああいうのってアクセスが稼げれば稼,稼ぐほどねその週刊誌を出してるところ出版社にお金が入ってくるんですよ。でやっぱ週刊誌も週刊誌でああやってこうネットの媒体に記事を書くっていうことはまあ俺ら YouTuber と同じく、まあ、広告収入が稼げるからこそ、まあ、やるわけよね。だから ユーチューバーたちが週刊誌に書かれるってことは、まあ、出版社の,、まあその餌食になってるってことよでユーチューバーって結構ネットの中だとだいぶまあ影響力ってあるじゃないですかだから、まあ、週刊誌とかもユーチューバーに関する記事を書いたりしたらやっぱ t w i t とかでさ、まあ、そのアンチの人そしてまあ信者の人であとはまあユーチューバーとか、まあ、どうでもいいよ でもまあ世の中のことには関心があるよっていうような人とかがさまあツイッターで拡散してくれたりとかするからツイッターで拡散されればそこでまあそのアクセス、ね、ページビューが稼げてでそうすれば、まあ、出版社も出版社でそれに対しての広告収入がたくさん入ってくるからだから YouTuber のことって、まあ、取り上げやすかったりとか、まあ、するんだよ。だから 特にやっぱりさコムドットの場合って、まあ、今ねこう日本の YouTube 界で、まあ、1番か2番を争うぐらい波に乗ってる、まあ、グループだと思うんだだよね。だからやっぱりこう勢いがあるところには、まあ、出る杭を叩くわけではなくて、まあ、それに、まあ、いろんな人たちが、まあ、便乗して、まあ、お金を稼いだりとか。 まあ、するような、まあ、ことが全然あるわけで。まあ、そういう自覚っていうのが、まあ、本人たちには全くないんだよ。見られないんだよ。ね。だから、まあ、俺はね。まあ、さっきも言った通り。まあ、コムドットは、まあ、今回ね、だいぶ反省しているように。まあ、動画とかでは振る舞ってるけど。まあ、なんだかんだ。まあ、ここまで警戒心が薄かったりとか。あと。 まあ自分たちが何でこんなに世間から批判されてるのかっていうことについてあんまりこう理解していないだろうからまあちょっとえ世間の感覚とのこうギャップまあズレっていうのがまだまだまあ解消されてないからまあなんだかんだねまたやらかすんじゃないかというふうにねま思ってる。でまあコムドットがねじゃあ今後どうしていけばいいかって言われたらまあそれはそれでねやっぱりね そのユーチューバーって続ければ続けるほど世間とのギャップえ、まあその何て言うかさ社会経験が浅かったりとか社会経験がおぼつかないままさネット上で知名度稼いでそれで有名人になっちゃったりとか結構ユーチューバーの人ってしたりしてるからそうなっちゃうとさ世間常識っていうのはあんまりこう死なないまま。 影響力だけ持っちゃってでやらかすっていうこと。まあまあね。昔からユーチューバーってありますよ。だからまずはじゃあどうしなきゃいけないかっていうとさまあ。それは動画の企画でも何でもいいからまあ、世間とのこう。ギャップをね。こう埋めるために。まあ、1回こう。社会奉仕活動とかをやればいいんじゃないかなって思います。で、まあそうすると。 まあ結局一ユーチューバーとして社会奉仕活動をやるんではなくて一ユーチューバーの中の人ねその素のまあ例えば大和くんであれば大和くんとしてまあ社会奉仕活動とかをやるとまあそうやってギャップがまあその埋めることができるんじゃないかなって俺はそういうふうに思うからまあそういうういいいい企画とかやっっててみたら超いいんじゃないって思うねだからまあそれがねあの埋まらない限り y ユーチューバーの人は炎上するし。 ユーチューバーの炎上というのは、まあ、いろんな人たちが、まあ、食い物にしますよねっていうことです。はいまあ、ということで、まあ、本日の、えー、動画なんですけれどももしこの動画を見ていいと思った方は、えー、グッドボタンそしてチャンネル登録をお願いしますということで本日の動画見てくださってありがとうございました。以上、水ずにゃでした。じゃあね。